はい、こんにちは、レトルトと申します。今回はフリーホラーゲームのライトを消すだけの高時給な宿直ということで、なんか 3D のマップのなんかホラーゲームらしいんだけど、まあ宿直っていうぐらいだから、なんかどっか学校かどっかで懐中電灯片手にこの 3D マップを歩き回る怖いゲームらしいですね。じゃあ始めていきたいと思います。ほい。エフレメイとかを作った作者さんのゲームかな。ということで、なんかね、恐怖演出に定評のある作者さんだね。じゃあ、お、あ、前に進む、後ろに下がる、左右、アクションなんてあるんだ。はい、注視ってあるね。あ、なんか横に、あー、びっくりした。あー、なるほど。反対側はエレベーター。どちらかというと学校っていうよりは、なんていうんだろう、博物館とかなんか、ビルとかなのかな？注視。あ。はあ、これで注視できるけど、なんもないな。なんか下にカエルみたいないるよね。じゃ、これでいいのかな？ほい。ほ、ここは？あ。注視。あれ？いけないな。これは注視はできるけど、特に何もなさそうだね。はい。あ、ああ。しか見れないんだな。じゃあただ単にあるだけか。ほいほいほい。消火器。ん？まあ、戻ってんじゃねえか説あるよな。戻ってないな、これは。ほい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 。あ？あ！何の花だろう、これ。特に何もないのかな。注視もできないね、これ。いけないのかな？で、突き当たりまで歩いてみるか。いや、もう俺今どっから来た。あ？あ？あ？何もない。でも、いけないんだな。ええー。あ！特に何もできないんだよね。でも、開けることもできないし、注視もできない。この帰り道が怖いよ。ここもなぜか電気が、ね、消えたけど大丈夫か、帰り道。この右下に目が出ると注視ができるみたいだけど、特になんもないな。開けることもままならない。さあ、ああ、何の音今の。え、窓が開いたのか。ちょっとなんだ今の音は。一体なんか、何か変わったことがあったのかな？開いてない。何だったんだ。どっかが開いたとか、そういう、わけでは。BGM やめろや。え？びっくりした。白い壁が一番怖かったりする。なんもないな。ああ。お、あ、エレベーター乗ったのか。ああ、なるほど。なるほど。今何階にいたんだ俺。1階か。じゃあ2階。うわあ。でも3階建てってそんな広くないよな。あれ？同じだな。何？何の音ですか？あれ？さっき2階だったのかな？あ？ちょっとなんか絵が変わってきましたよ。ん？こっちか。で。いや、怖っ。ちょっとコントローラーやってたけど、キーボードでやろう。なんかキーボードでやろうが怖くない気がする。本当か？ちょっと音やめろ。お、あるある、世にも奇妙なとかである演出。こんな演出は俺見たことないぞ。うわー、なんだこれ。一体ここは何なんだろう。特に何もできない。
いやー、2階は特に変わったとこありませんでしたな。はっはっは。じゃあ帰りましょう。変わったとこありませんでしたな。じゃあ1階2階は見たから、さて次は3階かな。え、当社では10年前にセクハラによる自殺者を出してしまっています。私たちは二度とあのような過ちを繰り返してはいけません。セクハラに属する行動をしないよう常に心がけてください。社員全員が働きやすい、職場を作りましょう。わかりました。レトロードは絶対セクハラはしません。あー、え、いやいや、俺じゃない。セクハラしたの俺じゃないでしょ。ちょっとボタンないじゃん。化け物よ、立ち去れ立ち去れ。ちょっとどうしたらいいんだ。注視もないしな。積んだんだけど。あ、ケロケロ音が収まった。ケロロロロ。このゲームさ、ライトを消すだけの高時給な宿直ってゲームだけどさ、ライトどこにあんだろう。ライト消せんのかな。あー、収まった。3階。さて、やっぱなんかドアのとこにいた女がおそらくセクハラで自殺した人なんじゃないかなとは思うんだけど。注視。あんま注視をする意味がないんだよな、このゲーム、今んとこ。特になんもないよね。うわ、何の絵だこれ。なんか死んでいるのかな。なんか白いものが死んでいるような絵ですけど。じゃあもうここ3回見たらもう帰っていいよね。何もなかったわけですから。はい、オッケー、なんもなかったぜ。帰りましょう。ふふ。さよなら。3階は何もなかったから、セクハラね。そう、気をつけなきゃいけないよ、本当に。1階に、あ、3階、2階って言ってんのかな。もしかして、じゃあ1階がまだ行ったことない場所の可能性は。1階だったらさ、でも絵が違ったな。あー、一階。ちょ、どうやって帰るんだよ。一階に出入り口あるでしょ、絶対に。二階がやっぱ怪しかったよな。二階に戻んなきゃいけないとかあるかな。特にね、脱出コマンドとか出ないの。この窓とかもなんか、ありそうなのにな。早歩きで帰ろう。トコ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 。やはり2階が怪しいね。2階行ってみるか。いやー、でももう何も、何もこれ以上何もない可能性はあるからね。2階似てるよね。一階と二階がかなり似てんだよね。なんかここら辺覗いたら確か、いたんだよね。どっかで。あと、音楽が変わる演出とかがあると何か起こりやすい。起こりそう。じゃあもう一回三階見てみるか。もうよくね？もうちゃんとチェックしたじゃん。なになに？めっちゃうろうろしてたら、急に絵を見たら。いや、これなんか今までで一番雰囲気違うよ。なんか割れてない？あ、なんか、
あ、あ、中止。いや、いない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 、ね、あー、すいませんすいません、固定キーすいません。あ、いやー、これエレベーター戻るのやだな。宿直怖。え、何もなってないの。音やめろよ、音。このケロロロロって、田舎のさ、田舎の、わー色が違うやん。俺の入ってったエレベーターと色が違いますよ。セクハラ。わ、やっぱ、ちょっと、全部4階なんだけど。やめて、やめて。視界です。視界です。死の。うわ。死の階ってこと？怖っ。え？大丈夫か？ああ、女の人。これがセクハラで自殺した女の人か。俺じゃないよ、セクハラ。セクハラした上司に言えよ。俺じゃねえよ。変な音鳴らすんじゃねえよ。帰るしかない。帰るしかないです。僕は帰るしか、あっ。動かない。俺は上司じゃないぞ。どうなったんだろう。こんな宿直やりたくない。高時給でもやりたくないわ。え、あ、動けるわけじゃない。あ、わあ、ほっとするな、このスタッフロール。ね、幽霊もね、そんななんか、全然見ず知らずの人にね、危害加えちゃいかんよ。いけませんよね。ということで、これがライトを消すだけの高時給な宿直ということで。まあなんか、たまにライトついてるとこ、確かに前半とか消せたもんね。あ、はい。やったぜ。え、仕方ねえなぁ。ちょっと見て、みんなにはちょっと、本邦初公開になるわけだけど、ちょっと実はね、レトルトって言うんです。こんにちは。よろしくお願いします。レトルト。うえ、そうですよ。え、ちょっとな、もう本当はね、ピチピチの19歳なんだけど、じゃあもう仕方ないから、44歳で。男性です。え？はい。何ヘタレドって。名前つける意味あったのこれ。あ、なんかあれかな、パスワードとか入れたら、俺のなんか、ハイスコアとかあんのかな。へー。ということで、これがね、ライトを消すだけの高時給な宿直、でした。なんかありそうだよね、これ。このパスワードとか入れたら。この記録帳っていうのは？あ！うわっ！うわっ！ヘタレドとかが出るのかな？はーい、ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。なんだっけな。
レトルトさーん。みんな、レトルトを助けるために、そこのボタンを押してくれー。左上のボタンを押して、チャンネル登録だ。動画の更新もすぐにわかって、レトルトも大助かりだー。スマホの方は、登録ボタンを押すか、説明文の、チャンネル登録よろしくどうぞ、の右からどうぞー。右下の、ニコニコの、チャンネルでも、いろいろやっているので、そちらも、今すぐ、レッツゴーだ。それでは、別の動画でお会いしましょう。